のぞきチャンネル。ジョブ。金曜日、ソーチェック。の時間でございます。皆さん、連勝してるチーム、連敗してるチーム、あると思いますけども、SNS で、エゴサしたら、3連敗したから、サウザチェック見れないというお声がありますけど、皆さん、ここが勝負どころです。しっかり見て、事実を検証しながら、最後まで完走しましょう。調子いい時も悪い時も、サウザキチャンネルへようこそ。さあ、行きましょう。金曜日、ソーチェック。ね。28、29、30日のソーチェックでございます。今回は、セリーグから、阪神、広島、タイガースファンの皆さん、しっかり見ていきましょう。ね。9月28日、2対0で広島。29日、8対2で広島。そして、30日、5対4で広島。広島、3連勝。阪神、3連敗。ね。ってなってしまいましたけども、28日ね、2対0と広島。広島先発、とこだね、6回94球、2安打4三振、3四球、無失点と、まあ、ホームのね、バランスもいいし、まあ、腕も振れてるというところでね、この腕がムチみたいにね、しなって出てくるというところでね、ストレートがね、スピード感以上に速く見えるなっていう印象がね、ありましたね。で、そこにね、ツーシーム、スライダー、カーブっていうところで、まあ、変化もつけながら、本当にね、素晴らしいピッチング。この一軍にね、復帰してからのピッチングっていうのは素晴らしい。佐々木がね、使わないんだったらトレード出してあげた方がいいよ、まだ使えるよって言ったね、節穴じゃなかったっていうね、いうところです。で、阪神のね、先発も秋山、7回98球、6安打9三振、無四球2失点とね、まあ、負けはしたけども、無四球で非常にグッピッチ。ね、良かったんじゃないですかね。まあ、3回思ってね、ワンアウトから、相沢センター前。で、そこだね、バント。で、ピッチャーね、秋山、セカンドへね、悪送球。で、ランナー三塁行って、まあ、その後ね、上本三振、小園三振とね、まあ、自分のミスもあったけども、そのピンチをね、しっかり防いだっていうところもね、まあ、後々の処理、良かったなと。で、4回表ね、鈴木誠也のスライダー、ホームラン。で、5回表、相沢にね、レフト、ツーベース打たれて、床田バント。で、ここでね、マルテが、一塁悪送球。で、もし一三塁になって、上本の犠牲フライ、マルテ、バーンと。やっぱこのミスね、防いでいかないと。ね。で、まあね、阪神はね、2回裏、ノーアウト1、2塁、そして6回裏ね、ワンアウト1、3塁、ここをね、無得点っていうのがね、ちょっと痛かったかなっていうね、ところでしたね。で、29日、8対2で広島っていうところでね、広島、初のね、自身初の10勝、九里ね、6回106球、8安打5三振、1四球2失点とね、まあ、左足の踏み込みをね、強く、腕もしっかり振れて、まっすぐカーブ、スライダー、ツーシーム、チェンジアップ、シンカーとね、まんべんなく、非常に投球、バランスよくできたかなと。ね。で、最大のピンチだったね、6回、ワンアウト満塁ね、で、梅野、インコースのストレートね、ファーストファールフライ。で、原口をね、シュート、センターフライとね、しっかりインコースも突きながら投球できたっていうところもね、非常にこのピンチを脱出した、この、場面、非常に大きかったかなと。ね。で、阪神、青柳ね、5回79球、4安打3三振、2四球3失点。まあね、試合作るも、ちょっと左バッターにね、やられるっていうところで、広島はね、初回、初期がレフト前。で、2アウト1塁になって、坂倉がね、レフトへタイムリー、こう、ツーシーム。ね。で、3回、琴野がね、シンカーをライトへホームラン。で、4回ね、インコースストレート狙ったのがね、外ね、シンカー通信向けを抱いてるから、梅野もね、インコースって言って、坂倉のね、インコース狙ったのが真ん中入って、でね、センターバックスクリーンへホームランっていうところで、まあね、こういうアンダースロー系、サイドスロー系っていうのは、左バッターがね、対応できるかどうか勝負っていうところで、カープはね、その左バッターがしっかり対応してね、攻撃できたことが大きかったかなと。でね、阪神はね、6回、7回、満塁のチャンス作るも、ここで1本出るっていうところがね、だからこう、二日連続チャンスは作るんだけどね、そこで一本出ないっていうところが結局負けに繋がって、でね、取れる時に取んないから、結局8回3点、9回2点とね、結局8対2っていうね、得点差がついてしまったかなと。でね、今日の試合、ちょっとね、明日朝ちょっと仕事で早くてね、ちょっと見切れないんで、ちょっと今日30日の試合っていうのはね、どの試合もちょっと見れてないんで経過送りになりますけども、5対4でね、広島、ね、ケムナが勝利っていうところで、まあ岩崎がね、小園にホームランを打たれる。鈴木誠也のね、2打席連続っていうところも大きかったし、あと、小野寺、グッバッティング、ホームランね、ここからも頑張って、この今のね、タイガースのピンチを救ってあげてほしいな、っていうところでね、まあいい形でね、追いついていったけども、ホームランっていうところがね、ちょっと、投打のバランスがうまく合ってないかなと。でもね、逆に、カープは、投打のバランスがグッと、というところで、3連勝でした。続いて、中日巨人、28日5対2で中日、29日5対0で中日、そして30日1対0で中日、中日3連勝。この3連敗はジャイアンツ痛いね。このタイガースも3連敗して、ジャイアンツも3連敗ね。お付き合いっていうところでね、非常に痛い。このね、両チーム。
でも中日ね、28日、柳、8回114球、5安打13四死球1失点、ね。145キロ前後、だいたいストレートスピード。でもね、見た目150キロ以上に見えるっていう。で、その中でね、チェンジアップ。ね、非常に低めにグッ。で、カーブ、緩急つけて、入り玉、いい形でね。この日は、BS テレ東でね、解説をさせていただきましたけども。で、このね、投球も素晴らしいけども、フォームもね、クイックで投げたり、足ゆっくり上げたりっていうところでね、そういったところでもバッターをね、タイミング外して、甘めのストレートとかでもね、バッター立ち遅れして、三振取るっていう、この投球術、非常にガッと、ね、ビッググ、ね、柳、投球術素晴らしかったかなと。で、巨人ね、8回、ノーアウト二塁から、中島バンドね、で、ピッチャーゴロ、サードにね、フィルダーチョイス、柳、バッと。まあね、勝ちたいっていうね、気持ちが出すぎてね、もう楽々セーフなのに、三塁投げてしまう。ね。この1対0で来てて、この1点を守り切らなきゃいけない。勝ちたい気持ちね。非常に伝わったけども、これはね、冷静にファースト。あ、その後ね、ワンアウト1、3塁、ね。丸、4、6、3、ダブルプレー間に1点っていうところで、ここね、ジャイアンツを繋げたかったかなと。でね、巨人、戸郷ね、7回、121球、5安打5三振、3四球1失点。まあ、次中4っていうところを考えるとね、この121球ちょっと投げすぎかなと。全体的にちょっとばらつきあったけども、ストレートしっかり投げてフォークボール落とすっていうところのね、本来のピッチング、まあね、思い切ってできたかなと。でね、中日はね、4回裏、福留フォアボール、で、高橋フォアボール、木下三振、で、加藤ね、ライト前、グッ。ここのライト繋げたの大きかったね。で、その後柳がね、ライトへ犠牲フライ、柳グー、もう1打席目から打つ気まんま。このね、セリーグのピッチャーも、この柳ぐらいね、もうこれ打ってやるぞっていうね、それ2割3割打てとは言わないけど、このね、打ってやるぞっていう姿勢がね、非常に柳ね、良かったかなと。もう山田哲人にそっくりっていうね、バッティングフォーム。ね。で、8回裏、福留がね、ライトへツーラン。このピッチャーね、中川1対1になって中川の、もうスライダー、狙い打ちっていうところで、福留グッと。あれをね、狙っても打てるっていうね。で、その後、ね、高橋センター前。で、木下がね、ライトホームラン。これピッチャーね、高木京介。出てくるんだけども、まだこの点差考えたら、まあ、結果論だけどね、右でも良かったんじゃないのかなっていうね、ところはありますけども、このね、パンパンと福留木下のね、ホームランでね、とどめを刺したっていう形ですね。で、29日ね、5対0で中日っていうところで、もう巨人はね、ちょっとミスが、ちょっと言いたかったね。この4回、ね、ワンアウト3塁から大島打席ね、小林、パスボール。これ、サインミスかな？どうなんだろう？見ててはね、サインミスじゃなかったらバーッとなんだけど、どうなんだろうね、なんかサインミスのような気もするしね。で、5回裏。福留ライト前。で、高橋ライト前ね。で、木下、レフトへタイムリーヒット。で、このウィーラー悪送球。で、2、3塁になってから岡林のね、犠牲フライっていう、このまたミスがね、かさんでる。ね。まあ、でも岡林、犠牲フライ。こういうところでね、しっかり点をね、取っていくっていうことは大きい。でね、6回裏。ね。水俣フォアボール。で、大島がね、アウト。で、ビシエドの時、暴投。で、セカンドフライになって福留のセンター前タイムリーです。福留元気。ね。で、7回。ワンアウトからね、岡林レフトへツーベース。で、渡辺がね、代打、ライトへね、タイムリーツーベース。っていうところで5点目。もうね、着実に、もう、取れる時にしっかり取っていくっていうね、非常に打線のつながり、ドラゴンズとしては良かった。しかもその中でね、パスボール、ね、暴投、ね、っていうところのね、ミスが加算でいくっていうね、ところはね、非常に痛かったかな。ウィーラーの悪送球とね、鍵屋の暴投っていうね。で、まあそこを中日がね、しっかりついていった。ちょっと巨人としてはもう完敗ってね。いうところかな。で、まあね、ジャイアンツもね、チャンス作るもね、で、そこで今度はね、ドラゴンズはチャンス出たけども、ジャイアンツはね、チャンスで一本出ずっていうところで、まあ、乾杯かなと。でも今日はね、1対0、大野、ピッチ、ね。メルセデスもね、もうずっと悪かった中で、ね、今日は非常に踏ん張ったけども、まあ、3安打。これじゃきついね、ジャイアンツ。3連敗、ドラゴンズ、3連勝でした。さあ、続いて、首位、ヤクルト対 DeNA。28日4対0でヤクルト。29日5対7で DeNA。そして30日7対6で DeNA。DeNA の2勝1敗で勝ち越し。ヤクルト負け越したけども、阪神と巨人に1ゲーム広げるっていうね。今日この3連戦はね、本当に今 B クラスのチームはね、非常に頑張ったかなと。で、28日ね、4対0でヤクルト。っていうところでね、ヤクルト奥川、6回84球、3安打4三振。無四球、無失点。まあ、7試合連続ね、これで無失点っていうところで、47イニングぐらいかな。フォアボールなし。ね、もう完璧。グーッ。ビッググからスパイ。非常に素晴らしい。ね。DeNA 東ね、767日ぶり復帰ということで、2020年ね、2月20日、トミー・ジョン手術をして、2019年8月23日以来の
先発登板になりましたけども、まあ、最速ね、148キロと、もうフォームのバランスも感じるし、しっかり腕振れてるっていうところでね、非常に今後期待できるんじゃないのかなと。ね、4回3分の2、88球4安打6三振、2球4失点とね、まあ、ストレート、チェンジアップ、スライダーと。で、まあ、まっすぐもね、非常に力あったと思います。その中でね、5回裏、ワンアウトからサンタのフォアボール。これ痛かったね。で、西浦センター前。で、奥側ね、レフト前、これバスターね。で、これはね、東。まあ、チェンジアップだったけど、バントと思って、ちょっと油断したかなっていうところでね、奥側のこのレフト前。これ非常に大きかったね。で、塩見三振して、ツーアウトまでだったけども、ね、青木が、レフトへ、満塁ホームラン。グッド。ね、このスライダーを、レフトリだからね。この、で、まあ、この一発でね、アズマ負けるんだけども、まあね、でもこの、復帰できたっていうところも大きいし、投球見ててもね、今後非常に期待できるんで、まあ、今年中にね、一勝できるんじゃないのかなっていう感じのね、ピッチングに見えましたね。で、まあね、奥側の後、ヤクルトはね、星、田口、今度とね、ノーヒットで抑えて、非常にリリーフも安定。ね、完勝っていうところですかね。で、29日、7対5で DeNA。ヤクルト側ね、3回59球、8安打、2三振、無四球、6失点、連勝、ストップというところでね、DeNA は初回、桑原センター前、で、佐野ライト前、で、ノーアウト一三塁になって、牧がね、センターへ犠牲フライ。で、2回はね、宮崎がセンターホームラン。で、3回表、栗原ね、ピッチャー内野安打で小川が悪送球。で、ノーアウト二塁。で、佐野がセンター前タイムリーから、牧がね、ライトオーバーのツーベース。オースティンをファーストファールフライ打ち取って、宮崎が2打席連続スリーラン。宮崎、グーッ！ナイスバッティング。で、あとね、牧がね、118安打これで打って、球団ね、新人最多、62年ぶりっていうところで。で、まあ、今日のね、30日の試合でもホームラン打って、村田以来のね、20号っていうところで、新人王、候補、躍り出てきましたね。で、宮崎がね、100号ホームラン。非常にね、宮崎牧、ガッとね。で、この試合はね、佐野を2番にして、まあ、打線がね、うまく回って、この判断がね、ベンチワーク、非常に佐野2番っていうのは良かったかなと思います。ヤクルトはね、5回裏、4点返すもね、前半の失点が、ちょっと大きかったね。で、まあ DeNA はね、最後バタバタしながらも、9回ね、平田がね、ナイスセーブ。ね、最後そこ、踏ん張れたかなと。ね、この後半のね、試合のヤクルトね、この追い上げる力あるだけにね、やっぱ前のちょっと余分な点っていうところがね、ちょっと痛かったかなと。でね、今日も7対6でね、DeNA が勝ちっていうところで、まあオスナがね、2本打ったり山田スリーランで、おお、これはもうね、3回裏に4対2でリードした時、おお、これは今日勝つなって思ったところで、7回2点、9回3点とね、一気に後半で5点を取って、まあ最後ね、2点取って追い上げるもね、ちょっと厳しかったかなと。まだこれね、山崎康明抑えれなくて三島がセーブついてますけど、これ三島がまた後ろにね、戻るのかなっていうところで、まあ、ヤクルトとしてはね、痛い敗戦になったけども、まあ DeNA は12安打。まあ逆にヤクルトね、5安打でよく6点取ったなっていうところはありますけど、まあ負け起こしましたけどね、セリーグ、巨人とね、阪神が負け越したんで1ゲーム差つけてるっていう感じです。ちょっとね、この30日の試合はね、ちょっと見てないんで、経過送りになりますけどもね、そこは皆さんご了承ください。ということで DeNA2 勝1敗の勝ち越しでした。さあ続いて、ソフトバンク対西武。28日、5対2でソフトバンク。29日、9対0でソフトバンク。そして30日、8対7で西武。ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越し！でも3連勝できたっていうね、最後もったいない試合になりましたね。まあ28日ね、5対2でソフトバンクというところでね、西武、高橋ね、対ソフトバンク9連勝でストップというところで、まあ2019年4月21日以来のね、2年5ヶ月ぶりにソフトバンクはね、高橋から勝ち星をね、上げたっていうところになりますけども、6回で、ね、115球8安打1三振2四球1デッドボール5失点と。ね。で、まあ逆にね、ソフトバンク戦が6回3分の2、117球7安打5三振2四球2失点とね、こちらはしっかり踏ん張りたからと。で、ソフトバンクね、攻撃2回裏ね、柳田センター前で、デスパイネがね、左中間へツーラン、牧原ショートゴロ、で、リチャードがデッドボール、で、柳町レフトフライからの回のね、この、ツーラン。この回のホームランっていうところが大きいね。デスパイネのツーランでだけで終わらないでね。で、5回裏、ツーアウトからね、柳田が、センターへスリーベース。で、デスパイネライト前っていうところでね、この柳田の後ろをデスパイネがね、打って、これが好調っていうところが、これ打線のね、いい流れができてるんじゃないのかなと。で、セーバーね、3回、5回、6回、9回とね、1、2塁チャンス作るも、一本出ずっていうね。まあ、7回ね、岸のセンター前、2点タイムリーのみだったんでね、チャンスは作ってるんですけどね、一本出なかったなっていうね、ここはまあね、千賀も含めてしっかりね、投手陣踏ん張れたかなと。で、29日ね、9対0でソフトバンクっていうところでね、ソフトバンクね、5番、松田、4回ね、305ホームラン、ガーッと。
マッチおめでとう。300号ね。で、5番にマッチを入れて、まだね、これ打線がうまく回ってるっていうね。で、まあ、打線つながりで完勝。でね、ま、マルティネス。6回99球、4安打3三振、2四球、無失点と。もうこちら完璧です。ね。もう本当に、非常にね、ずっといいピッチングね、してるかなっていうところもありますね。で、西武浜はね、6回126球、6安打2三振、5四球、8失点と。もう全体的に球高かったね。あと、まあ、6回まで投げさせたっていうことは、もう育成メインで、まあもうちょっとね、消化ゲーム感出てんのかなと。ちょっと育成メインでね、もう長いイニング打たれても投げさすっていうようなね、采配に見えましたね。で、今日の試合、8対7でセーブというところで、まあね、いい感じでデスパイネも打って、最後ね、あ、ルーズベルトゲーム、ね。最後森が踏ん張れず、ね。まさかまさかの3失点。この香山岩崎ね、で、モイネルとね、いい感じで踏ん張ってきて、最後森がね、踏ん張れず、このね、フォアボールが、ね、まあ、結果だけしか見てないから、なんとも言いにくいけども、まあ、森がね、ホームラン打って、中村センター前、で、岡田バンとして、この栗山のフォアボールが痛かったね。ここが、キーポイントかな。まあ、結果ね、2勝1分けで、ソフトバンクの勝ち越しになりました。さあ、続いて、楽天対日本ハム。9月28日、3対1で日本ハム。29日、5対0で楽天。そして、30日、8対5で楽天。楽天の2勝1敗の勝ち越しになりましたね。28日、ね、3対1で日本ハムということで、日本ハムカーンね、先発初勝利。おめでとう。ガッツ。ね。6回103球、3安打5三振、3四球、1失点とね。まあ、報道でね、ベースで聞きましたけども、まあ、チェンジアップ。まあ、チェンジアップより早くてフォークより遅いみたいなね。このカーノボールっていうのをね、取得に向けて練習してるっていうところを聞いたんでね。まあまだまだね、この試合もチェンジアップ投げてましたけど、数少なくね、まあ対右に対して、まあ打ち取る球もあったけども、まあこの先ね、先発として対戦していくためには、これをね、自由自在に扱えるようにね、ここから練習して、取得に向けてね、頑張ってもらいたいなと。で、楽天早川ね、6回95球、4安打8三振、1球3失点。まあ、フォームのバランスも良くてね、全体的に悪くはなかったなって思いますけど、まあ、援護がなかったっていうところかな。まあ、楽天はね、2回裏、島内フォアボール。で、岡島ね、ショートゴロ、ね、セカンド佐藤ね、補給ミス。これね、プレー軽い。ね。で、茂木がピッチャーフライ。で、カスティーヨ三振。で、オコエがね、レフトへタイムリー。ね。で、日本はね、3回表、2アウトからね、石井のフォアボール。これ痛かったね。で、松本センター前。で、西川がね、レフト前タイムリーっていうところで、このね、ツーアウトからこの1点っていうのは、日本ハムね、非常に大きかったんで。で、5回ね、石井がね、ライトへ、ツーランホームラン。石井、グッと。でもなんかちょっとね、怪我で、今季がちょっとっていうところになってね、またこれもね、まあ、なってしまったものは仕方ないんでね、来シーズン頑張ってもらいたいなと、思います。で、楽天ね、6回裏、ノーアウト1、3塁、島内ね、ピッチャーゴロ。ね、ほんでこれホームでアウト。で、ワンアウト1塁になって、岡島レフトフライ、茂木三振。ここの無得点っていうところがね、ちょっとキーポイントかなと。このね、カーのね、勝負ところで、このモグリ対するね、インコース、ストレート、三振取った球、あれは非常に素晴らしかった。ナイスボール。ね。でもここがね、楽天点取れなかったっていうところがね、チャンス作るもん。とね、こう点を取れないっていうところでね、早川がちょっとね、見殺しかなっていうところでしたね。で、29日、5対0でね、楽天っていうところで、楽天はね、もう作戦大成功。ね、こう動き出てくるとね、楽天って本当に強いなと思いますけどもね、初回、山崎がね、ライトへ、ツーベース。ね、こうセカンドね、ダイビングして、グラブ当たって、ポロポロってちょっと転げてる間にね、隙見つけてセカンド、一気にセカンドへ。非常にね、グッソール。ね。で、岡島がね、このドラッグバンド、サード。これね、セカンド、サード、ファーストに入るの遅い。ね。で、ノーアウト一塁になって、浅村がね、ライトへ犠牲フライ。で、きっちりね、1点取る。で、2回ね、茂木がフォアボール。で、渡辺がね、初球へドラン、レフト前。でね、茂木が一気に3塁へ。で、ノーアウト一塁になって、オコエがね、2試合連続のセンター前タイムリーで1打点。で、隅田にノーアウト1、2塁からバスター。で、ここでね、ハムがチャージかけてくるんだよね。で、そこをね、バスターして、コンコロコロコロ。でね、セーフ、内野安打。で、ノーアウト満塁になって、山崎がね、センターへ2点タイムリーというところでね、本当にもう作戦がいい方向に回って選手が躍動っていうね。で、まあ、日本ハム伊藤ね、5回92球、11安打4三振、2四球4失点とね、まあ、作戦がね、絡んで沈んだかなと、まあ、10勝ならず、まあ、早川と2人でしてね、どっちが先に10勝するのかっていうところでしたね。で、まあ、こうね、そう、浅村がデッドボールだって思いましたけど、8回ね。まあ、あれはね、怒るね。もうまあ、狙ってはないと思うけど、向かっていってたからね、インコース狙ったのがあっちにね、あれはちょっとね、まあ、怒るかなっていうところはありますけども、まあ、ああいうのもね、たまにはいいんじゃないのかなと思います。で、その後ね、いろいろごちゃごちゃってあった時にね、宮西がね、すぐ、この鈴木のところに行ってね、声かけるっていうところもね、ああいうのは非常に良かった、光景にね、見えましたね。
で、まあ、滝中ね、先発楽天。6回3分の1、106球5安打。3三振、2四球無失点とね。まあ、両コースにね、ストレート、強い球投げて、で、変化球っていうところでね、その変化球のね、制球も非常に良かったんで、まあ、安定にしてね、投球できたんじゃないのかなと。まあね、非常に、ここ最近滝中もね、安定したピッチングできてるんで、非常に、グッピッチ。ね。で、今日の試合ね、8対5で、楽天というところでね、湯気がね、勝ち投手。ね。先発っていうところで5回ね、68球4安打3三振1球1失点とね、非常に試合をね、作れたかなっていうところもありますし、最後ね、日本ハムに追い上げられるもね、逃げ切れたかなと。茂木と島内がね、ホームラン、ね、打ってます。試合見てないんでね、簡単な結果送りになります。はい。ということで結果ね、2勝1敗で楽天の勝ち越しになりましたね。さあ最後に、メインイベントパリーグ首位攻防戦ロッテ対オリックス9月28日から30日まで3連戦28日2対5でオリックス29日2対15でオリックスそして3対日3対4でオリックスオリックス3連勝ロッテ3連敗お1回勝てばよかったんだよロッテさん1回でよかったんだよそしたらもうマジック18が出るんだよそれを3連敗ゲーム差なししかもソフトバンクと楽天が2勝1敗できてるから2ゲーム縮まってきてる。ね、ソフトバンクが最後勝てた。そしたら3ゲーム縮まってたっていうところでね。まあ、試合をね、振り返っていきましょう。ね、28日2対5でオリックスっていうところでね。ロッテね、7回まで3安打っていうところでね。まあ、抑え込まれちゃったかなと。3回ね、山口のレフトへホームラン。で、6回ね、中村が右中間にスリーベース打って、レアードね、犠牲フライ。このね、まあ、2得点のみっていうところで終わってしまいましたね。逆に、オリックスはね、T 岡田、攻守にね、躍動っていうところでね、4回表で、逆転の、205、スリーラン。グッド。ね。で、このね、レアードの犠牲フライもね、フェンス、ジャンプ1番取ってね、あの守備っていうところも非常に大きかったかなと。で、7回表ね、ピッチャーハーマン出てきて、伏見がセンター前。で、福田がバント。で、胸セカンドゴロ、ツーアウト三塁になって、吉田がね、センター前。このシフトの逆をつくね。もう、引っ張りにかかってないもんね。空いてますね。そこ打ちますよっていうね。もう、測ったかのように狙われてね。タイムリーっていうね。で、ロッテね、5回裏、3四球でね、ツーアウト満塁。ここでね、1本ですっていうところで。で、まあ、その前にね、ワンアウト一塁で加藤のバント。ワンアウト一塁でバントも寂しいよね。ね。で、まあ、T 岡田が4回ね。で、紅林6回。ね、共に初球ホームランというところは、ここはね、積極的に打てたかなと。で、25日ね、2対15でね、オリックスというところで解説してましたけども、オリックスね、プロ初勝利。ね、山崎総一郎。5回3分の2、103球、4安打5三振、3四球、1デッドボール2失点と。まあ、立ち上がりね、変化球が制球できず、ちょっとストレート頼みだったんで、こうちょっとね、見てて怖いなっていうところありましたけど、尻上がりにね、変化球ね、ディクソンに教えてもらった、ナックルカーブ。そしてカットボールとフォークっていうところで非常にねこの変化球が安定してきてで持ち前のストレートの力強さっていうところでね非常にこれを見ててね打たれなさそうな安定感あるピッチングにね見えましたね。まあ、2回裏ね、加藤に、プロ入り7年目で初ホームラン、打たれた時はね、あれちょっとストレートばっかりってね、ちょっとこう、舐めすぎたっていうか、まあ、気持ちはわかるよ。多分もう、打つと思ってないもんね。普通に考えてね。でもそのスーっていったところをね、まあ、加藤が見事にね、プロ初ホームランっていうところで、おーっとこれ一気に、ロッテに流れ。ね。しかもオリックスはね、前半常にランナー出して、ね、この1、2塁っていうのをね、3回作って、1本出ず、ちょっと流れが悪い中ね、この加藤のホームランだったんで、このままロッテ行くんちゃうかってなったところね、5回、胸がライト前打ってね、で、吉田、3ボール、2ストライクからね、胸1塁ランナースタート。で、右中間ね、タイムリー2ベース、胸がね、そのままホームイン。で、杉本レフト前。で、T 岡田三振。で、ここでピッチャーに、東に代わって、紅林をショートフライ。で、2アウトになって、もやがね、センターバックスクリーン横に。逆でスリーランホームラン。で、伏見フォアボール。で、足立のサードゴロエラー。バーッと浮上か。これ痛かったよ。で、その後福田がね、左中間へ、この2点タイムリーツーベース。これ大きかったね。この2点。大きかった。しかもミスでっていうところでね。で、6回表ね、吉田、初球ね、ライトへホームラン打って、まあ、これが決定打になったかなと。ね。で、オリックスはね、5回と9回に打者一巡2回っていうね、もうめちゃくちゃ長かった。解説してて。全員グーあげたい。全員グー。で、伏見だけがね、ノーヒット。なったけども、最後打点1上げたからね。まあ、そこら辺ちょっとね、心の余裕はあるかなと。あと、まあ、非常にね、山崎幸也もそうだし、このね、山崎総一郎。で、今日の試合のね、田島っていうところも、まあ、伏見ね、非常にいい配球、いいリードっていうところがね、
できたんじゃないかなっていうね、無理にねインコース使わないでね、丁寧にアウトコースでね非常に勝負できたっていうところは、この配球がね光ってたかなと。この3連戦ものにしたのもね、まあ伏見ね、その火曜日は打ちましたけどね、この15点の時はノーヒットだったけども、そういった非常にね、リード面空を見れたし、この無理してねインコース使わないで、今日の田島でもね丁寧にアウトコース攻めながらリードできたところもね、この3連勝に、貢献できたんじゃないのかなと思います。そしてね、今日の試合もうね、今日の試合4対3でオリックス逆転勝ちっていうところでね、この試合、千葉テレビで解説してましたけどね、本当にね両投手田島、岩下本当素晴らしかったね。ストレートも走ってる、フォークもいい高さから落とすっていうところでね、もう見てでホームのね右足の蹴り、躍動感ねっていうところで全てにおいてね完璧グッピッチね。6回90球2安打5三振無四球無失点とね、非常にまあ勝ち星つかなかったけどね、完璧なピッチングだったと思います。逆にオリックスのね田島も非常にまあちょっとね6四球4つのフォアボールと2個のデッドボールはねちょっともったいないかなと思いましたけどもね、あのアウトコースの球でインコースでスライダーでもインコースボール球投げてね無理やり攻めていかないっていうところではね、3回ね、岡デッドボールから加藤バントで荻野のねこのタイムリー、まあ荻野ねよくここいい形で打ったけども、まあコースヒットっていう形だからね、これはバッテリーちょっと攻められないかなっていうね。で8回ね、佐々木ちゃんでもう7回からね岩下も変わって国吉、そして佐々木ちゃんや2アウトになってね、おっと思ったところで太田がね、その前にねバント失敗しててちょっとね流れ悪いところをね初球のスライダーレフトへね同点ホームラン、うわーとこれでこれ引き分けかなっていうところで8回裏ね、2アウトから中村フォアボールでレアードフォアボール、まあこのレアードはねもうほぼ敬遠気味で、2アウト1、2塁になって、その前の時もね、2アウト、ワイルドピッチでね3塁行ってレアード、敬遠して H バリアっていうところでね、今のロッテ打線でいうとやっぱレアードの次誰が打つかっていうところでね無理に勝負されなくなるっていうところがね非常に打線としては、悪影響を及ぼしてるから、この5番を誰が打つかっていうところは非常に大事になってきて、その前のチャンスでは H バリアがね初球ねピッチャーゴロで、ここでもねレアードを敬遠して2アウト1塁から敬遠だからね、これもよっぽどだからね。でそこで敬遠して H バリアね2ストライク追い込まれて、最後ね真ん中低めレフト前打ってサードランナー止まってんのにレフトの後藤俊太がポロンチョバーッと、もうボール目切るの早いよね、もう投げるのに必死、あれは走らないって。でね中村もよくね止まったけどストップアンドゴーでよくねホーム帰ってきたグッね。でその後藤岡もねスライダーセンター前、まだ今度福田がポロンチョしてホーム帰ってきて、この2点取ってねもう正直勝ったと思うよね。そしたらなんと9回表ね、まあ、福田がねライト前で杉本見逃し三振、もやがねショートライナーのエチェバリアのダイビングキャッチ、あのジャンプ1番グッと、あれちょっとね見てない人見た方がいい、すごいよあのエチェバリアのプレーはね。で2アウトになって、あこれでも勝ったなっていうところで、この紅林のねバット折りながらのセンター前、これが非常に大きかった。で T 岡田がね、ワンボールからね進化ライトへ逆転のスリーランホームラン、 T 岡田グッとナイスバッティング。ねえ。だからこれ3連戦、ほんと T 岡田躍動したね。で、しかもこの試合ね、あの、吉田正尚休ませてるからね。そういった面でもこの勝ちっていうのは非常にね、オリックスにとっては大きかった。で、9回裏ね、ピッチャー、平野が出てきて、ワンアウトからね、代打佐藤、ね、センター前、セカンドね、アグレッシブに狙ったのはいいけど、アウトじゃバットなのよ、あれは。ダイソー和田がいるから、ファーストで止まって、ダイソー和田で盗塁で二塁いけるっていうところもあったし、ね、和田でなんとかっていうところあったんで、まあ積極性は買うけど状況が悪い。あそこは行っちゃダメなのよ。和田がいるからね、そこら辺もうちょっと考えていこう。ね。で、その後ね、荻野がアウトになって、結果ね、4対3、オリックスのね、逆転勝ちでね、順位はね、まだロッテが1位のままですけども、ゲーム差なしっていうところでね、今日ね、3試合、今日の試合はロッテオリックスで解説してたんで、ちょっとロッテオリックスだけで、ね、ちょっと長くなりましたけども、全体的にねちょっと今日の30日の試合ねちょっと明日忙しいんで、見切れないで撮影もしなきゃいけないというところでねちょっと時間がないんで、ちょっと薄くなりましたけどね、皆さんご了承ください。さあということでね、これまた面白くなって、次戦からこの週末どうなるんだっていうところで、月も変わって10月からね、ジャイアンツ DeNA、阪神中日広島ヤクルト、またね、全チームが A クラスと B クラスの戦いね、セリーグもどうなるのか、このままヤクルトが突っ走るのか、はたまたね巨人阪神追いかけるのかっていうところでね、どうでしょう。でパリーグはね、日本ハム西武、そしてね楽天ロッテ、ここがねまたどうなるのか、楽天もねここでロッテをね3連勝
ね、勝ち越しって言ったらまだどうなるかわかんない。で、オリックス、ソフトバンクっていうところでね、ソフトバンクはね、ここでソフトバンクと楽天が3連勝ぐらいしたらもう一気に4、また4つがね、なるっていうところで、まあオリックスはね、宮城山本が来るんでね、ここでしっかり勝ち切っておきたい。ロッテはね、ここで楽天に負けられない。この3連敗してからっていうところでね、まあ今後もね、この週末、目が離せませんよ。セバともに、皆さん、佐々木のソージェックとともに、プロ野球楽しんでいきましょう。それではね、10月も入りました。もう残りラストスパートです。佐々木のソージェックもラストスパートです。皆さんがこれを見るのもラストスパートです。さあ、ということでね、今日もこのソージェックを見た後、皆さんね、プロ野球楽しんでいきましょう。今週のプロ野球も、要チェック。